皆さんこんにちは、 JA タウンオフィシャルサポーターの秋元真夏です。さあ前回茨城県知事の方と、対談をさせていただいた際に発表した通り、私秋元真夏が10月に開催される新茨城めし総選挙2024に出演します。はい、嬉しい、ありがとうございます。新茨城めし総選挙2024とはですね、茨城県内の44市町村が一般料理部門、スイーツ部門の2部門で戦って、総選挙方式で茨城県を代表するグルメ、ご当地グルメを決定するイベントになっております。そこで今回は新茨城めしとはどんなものなのか、2つの市の事業者の方々をお招きして皆さんにお届けしたいと思います。それではゆるふわタイムスタートです。秋元真夏のゆるふわタイム。さあ今回、せっかくお二人に来ていただいたので、ちょっと私だけじゃなくて一緒にお二人とも食べていきたいと思うんですけれども、それではまずは守谷市のスイーツを谷井さん、はい、お願いします。守谷市にあるチーズケーキ工房アンジーというところで、はい、チーズケーキの専門店としてやらせていただいておりまして、うん、今回チーズを使った、スイーツということを考えたんですけども、はい、やっぱ馴染みのあるプリンをメインとした、うん、チーズのプリンですね。そうですね、イタリアンプリンとなっています。イタリアンプリンっていうのはどういうものなんですか？はい、プリンの中にですね、マスカルポーネチーズが入って重みのあるプリンとなっています。ぜひ食べていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあですね、こちら、茨城&イタリアンのご褒美イバトロリッチプリンをご用意させていただきましたので、ぜひご賞味ください。はい、ありがとうございます。はい、美味しそうですね。美味しそうです。じゃあいただきます。わ、うん、めちゃくちゃ美味しいです。ありがとうございます。うん、すごい濃厚ですね。はい、プリン好きなんですけど、あ、そうなんですね、もっと食べたくなる味。ありがとうございます。でこちらなんですけども、さつまいもは紅はるかと、あとクリアタンザーグリを使用した、うん、スイートポテトベースにしたチーズプリンとなっております。うん、はいはい、こちらですね、ちょっと見えづらいんですけども、うん、プリンの下にスイートポテトが入っておりまして、はい、それも一緒に、はい、なんかお芋の味がすごいしっかりするなと思ったの、はい、濃厚さをまたさらに引き立たせております。うん、はい、一番の推しポイントはどこですか？推しポイントですね、はい、そこの一番下のスイートポテトの濃厚さと、うん、はい、それを和らげてくれるこのほろ苦いキャラメル、はい、でこのチュイールですね、食感の部分ではこのチュイールで、はい、結局最後は混ぜて食べていただくっていうのも一番売りにしたいものです。何段階も楽しめる味になってる。そうなんです。うん、また全然違いますね。そうですよね、うん、このサクサクの食感と、はい、あとごまの風味がすごい、このお芋とあって、はい、秋にぴったりのスイーツですね。はいはい、このサイズ感が小さいのに、なんかもっといっぱい食べてるような満足感がすごいあります。そうですね、やっぱこの濃厚さで、うん、この口にドシッとくる重みが操作してくれるのかと思います。うん、なのに重くないですよね。あ、ありがとうございます。なんかこう食べてて、はい、次が進まないっていう風にならない、どんどんいけちゃうのに満足感はある。はい、美味しいですね。美味しいですね。坂本さん、何かご質問とかありますか？素材が喧嘩しないように配合するの大変でしたか？大変でした。最初はもう本当に、はい、ただもう足し算するだけの商品ができちゃったので、うん、はい、もうどれとも噛み合ってなくて、はい、苦労しました。最初からやっぱこうはならないものなんですか？ならなかったですね。はい、こうやって開発するまでにどれぐらいかかってるんですか？いや、もう何ヶ月とかかりましたね。それこそうちのオーナーと一緒にもうすごい頭を悩ませて、うん、形ができるまでにも3ヶ月以上はかかったかと思います。そうなんですね。はい、大成功です ね。ありがとうございます。なんかバランスが本当に全部いいですね。うん、いいですね。こうプリンとしてもチーズの味も、うん、焼き芋も、うんうん、ありがとうございます。はい、JA タウン in 茨城、日本三大庭園偕楽園、やっぱり納豆だよね。茨城の美味しいふるさとをお届け、産地直送通販サイト JA タウン。じゃあ引き続き、続いてはひたちなか市の、はい、スイーツ、坂場さんお願いします。ひたちなか市代表の坂場製菓と申します。はい、今回は贅沢お芋スイーツ、うん、港育ちのお芋あふれるカステラサンドで出場させていただきます。うん、よろしくお願いします。お願いします。
70年以上愛していただいているしっとりふわふわなカステラを使ったフルーツサンドとかが今人気なんですけれども、それのアレンジバージョンで今回特別今回のために開発しまして、ひたちなか市の特産品をてんこ盛りにして作ってみました。よろしくお願いします。ちょっと贅沢な商品ということで、はいはい、いただいていいですか。はい、お願いします。じゃあいただきます。どう食べたらいいだろうってぐらい結構もりもりですね。ちょっとこの辺りカステラと一緒にいただきます。うん、おいしい。美味しいですね。本当に、はい、ふわふわですね、うん、ありがとうございます。甘さもすごい上品です、はい、紅はるかのクリームなんですけど、はい、お芋の甘さを生かすためにお砂糖使ってないんです。え、これ入ってないんですか。お芋だけの甘さ。そうなんだ。黄色いクリーム。だからこう強すぎる甘みじゃなくて、うん、優しさがある感じの。この上に乗っかってるのは 何ですかね。ひたちなか市は、うん、干し芋日本一なんです。ザンサって言って干し芋を作る時の皮とかは、うん、今までは廃棄されてたんですけど、はい、それもあの美味しく食べられるようにって開発しているところと、うん、美味しいお芋を作ってくれるところと3社共同の商品を使いまして、はい、サクサクパリパリな感じのフレーズになっているので、ぜひそれも。はい、いいですか、大丈夫。これは干し芋の皮です。うん、すごい香ばしいです。パリパリしてます。カラメルとかそういう感じの味が、カラメリゼしてる干し芋も入ってる、うんうんうん、そうなんですね。はい、さすがです。ありがとうございます。嬉しい。サクサクすごい美味しいです。美味しいですね。食感ってやっぱいいですね、うん、サクサクあるの。こんなのを捨ててしまってたんだって思うぐらい、これだけ袋に入れてバーって食べたいぐらい。この商品作る時に一番大変だったことってどんなことですか。一回ひたちなか市の選考会に合わせてもちろん作ったんですけど、うん、その後にもう一段階ブラッシュアップしようということで、うん、材料として使わせていただいている飛田勝地農園さんの方で、うん、大勢集まっていただいて、うん、試食していただいて、もうちょっとこうした方がいいんじゃないとかとか、みんなでブラッシュアップ意見とかを出していただいて、はい、で試行錯誤して仕上がった商品です、うん、そうなんです、はい、めちゃくちゃ美味しいですよね。どうですか、谷井さん、気になることありますか。素晴らしいです。ごま揚げて写真撮りたくなるぐらい、うん、ありがとうございます、はい、皆さんにそうやって写真撮っていただきたいです。ここで真夏ショッピングのお時間です。今日ご紹介する商品はこちら、お肉の宅配肉市場ご家庭用ユッケ、 JA 全農ミートフーズのこだわりが詰まった和牛のユッケ。美味しい。ユッケズッキュン。ご家庭用ユッケは JA タウンお肉の宅配肉市場をチェック。谷さんと坂場さん、はい、今お互いのスイーツ食べましたけど、うん、はい、これライバルになるんですよね。そうなんですね。そうですね。そうですよね。そうですね。はい、こうスイーツ部門としては、はい、ちょっとどうですか。お互いの味を食べてみて。そうですね。僕はもうちょっとブラッシュアップして頑張ろうかな。あ、すごい。はい、やっぱ強敵ですか。そうですね。強敵と、はい、思います、ね。坂場さんどうですか。美味しかったので手強いなと思いました。うん、そうですよね。なんか本当に私もどっちも食べて、はい、また別のスイーツじゃないですか。でどっちも本当にこの茨城県の美味しいものを詰め込んで。でバランスよく出来上がったスイーツなんで、ここが戦うってこう順位決めれないんですけどっていうぐらいの、はい、本当新鮮ですよ、はい、そうですよね。そうですよ。大丈夫かな。茨城県美味しいものをこう見えていっぱいあるので、いやそうですよね、大変かと思います。新鮮。ちょっと今回こう茨城でロケさせていただいて、はい、美味しいものがありすぎてこう優柔不断の私は選べるのかって今ちょっと不安に思ってるぐらいなんですけど。でも本当どちらも美味しかったです。ありがとうございます、はい、いっぱい話していただきましたけど、はい、これもうどうしても言っておきたかったとか、ここを伝えたかったっていうことがあれば今のうちに。どうですか、谷さん。はい、はい、そうですね。でまだ実はオープン、お店がオープンして1年足らずでも、まあ、全然この歴史の浅いお店なんですけども、うん、このプリンを使って茨城のお土産っていうものにももっと、うん、
盛り上げていきたいとはずっと考えていますので、はい、今後よろしくお願いしたいと思います、はいはい、といろんな世代の方に楽しんでもらえそうなプリンですね、はい、そうですね、はい、はい、坂場さんどうですか。細々とながら、112年やってきた中で初挑戦なんです。あの自分の店だけでずっと売ってきたので、うんうん、そこで今回店を休みにして臨む感じなので、はい、初めてもう全身全霊注ぎ込んで、はい、県外にアピールできたらなと思います。またもう真逆のこう戦いっていう感じしますね。111年の差があると思うんですけど、はい、びっくりしましたね、はい、でも美味しかったです。ありがとうございます。ちょっと楽しみになってきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。さあということで美味しいスイーツをお二人ともありがとうございました。はい、もうとってもこのさつまいもの味も楽しみましたし、もうスイーツとしても私甘いものすごい大好きなんですけど、もう2つとももう選べないぐらいもう素敵な商品だったので、どちらも応援してます。事業者の皆さんはこうさつまいも時期によっていろんな種類を使っているということなので、そのさつまいもの種類とか豊富な味も楽しんでみてください。そしてネットの方では投票が始まってますので、皆さんお気に入りのスイーツ食べ物、たくさん投票してみてください。よろしくお願いします。こちらの茨城県産さつまいも JA なめがた塩菜さん紅ゆうかは JA タウンいいものいっぱい広場で購入することができます。詳しくは概要欄のリンクをチェックしてみてください。新茨城めし総選挙2024参加するよと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。さああっという間に次回が茨城県最後のロケとなりましたが、美味しいものいっぱいなのでちょっと帰りたくない気持ちが高まっております。はい、まあ、最後はあれですかね、ちょっと楽しんでいきたいと思います。それでは次回のゆるふわタイムもお楽しみに。じゃあ最後一緒にせーのバイバーイ。